航空業界と鉄道業界ってもともと仲悪いじゃないですか、はい、成田空港の問題って僕一つは新幹線が頓挫したことだと思ってるんですよね成田新幹線構想っていうのがあって便利ですねもしあったらめっちゃ便利でしょで日本の中央空港って新幹線が止まらないですよね羽田に新幹線あったっていいじゃないですかおかしくないですかそもそも今東京モノレールは jr 東日本かなんかの子会社ですけど貨物線とかめちゃくちゃ近くまで来てるんであそこ 前進したら羽田空港に新幹線止まってもいいんですよ、うんうん、もっと言うとずっと揉めてたリニアで静岡県知事がずっと粘ってたじゃないですか、はいはい、静岡空港って実は東海道新幹線の真上に立ってるんですよねあそこに静岡空港駅作ったらめちゃくちゃ便利になるそこに望み止めればいいのに、うん、もうリニア中央新幹線できたら望み止めてあげてもいいじゃん望みって静岡止まんないんですよ。<ー>静岡県に1回も停車しないんで それが結構ねねになってんすよ成田もそうだし羽田もそうだし静岡空港もそうなんですけど、うん、静岡って結構 LCC 使ってるんですよね 中国からの観光客は降りたら富士山見えて東京に行けるんで東京まで1時間ぐらいで行けるからあのバスとかでもかなりいい空港なんですけどあそこが新幹線で結ばれるとさらに便利になりますよね、うん、要はそこも含めたトータルのまあ考え方っていうのも必要なのかなと思います、うんうん、日本の政治家は空港をまあ利権化してきたっていうような、うん えー、部分はあると思うんですけれども、うん、まずね、はい、もう地方空港がめちゃくちゃなんですよね、うん、まさに亀井静香さんの話が出てきたから言うと、うんはい、広島空港,島空港、はい、最悪山の中ですから、うんすね、着陸も難しいわ <laughs>、はい、山の中でアクセスクソ悪いわ だから下手すると広島まで新幹線で行く人いますよね。東京から岡山とかはもう新幹線の方がいいよねってなっちゃうし。あ、の広島空港岡山空港は特にひどいです。なんでそんなとこに空港作るの？もう利権ですよ。広島西飛行場っていうのが昔あったんですけど、それは広島市からめちゃくちゃ近い場所にあって、それを移転する。 あの時代だからまさに田中角栄さんとかが首相をやってた、はい、国土の均衡ある発展みたいな、はい、そういうことを議論して土建国家みたいなことをやってた時代に、うん、かなり利権化して二足三門の土地に空港を作ると地価が上がりますから、うん、周りの。合法的にその土地を買い占めてれば儲かるわけじゃないですか。はい だから新幹線の駅を作るとか飛行場を作るとかっていうのはまさにそれが利権化されてた時代で福岡空港なんかよく生き残りましたよねあんなところに今ちょうど平行滑走路を作ってますけどあれも一回沖合に移転しようみたいな話ありましたもんね福岡空港は都心部にあるので夜間離発着ができないんですねだから結構積乱雲が出たりとかしてる真夏とかって羽田空港の離陸が遅れて福岡空港に行ったら福岡空港のクローズの時間帯になってたんで引きか そういうこともあったりしてそのバックアップとして北九州空港っていう24時間使える沖合にある空港があるんですけどそこを使おうなんて話も出てるんですけど北九州空港のアクセスがクソ悪いんで、うん、まあ僕は今北九州で FM 局とかってで,で、はい、それで政財界の人たちと話する機会があったんですけど、うん、じゃあ小倉駅から新幹線延伸すればいいじゃないですかっってね、うん、北九州空港までそうすると10分ぐらいでつながるんで、うん、日本の空港は全体的に言えることは本当に、うん、鉄道網とのアクセスが悪すぎです、うん うん、僕はあともう一個言いたいのは新千歳空港です、はいはい、新千歳空港もめちゃくちゃ田舎にあるんですけど、うんうん、あそこも新幹線延伸して欲していんですよ、はいね、北海道新幹線って札幌までしか作る予定ないんですけど、はいはい、札幌の先新千歳まで作るとめちゃくちゃ短い時間で行けるんですよ15分とかでいけるんですよ多分。そうすすするるととごく便利になるのにななの思います